動画撮ってなかった。動画消してたの忘れてたよ。今電源つけました。あっと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 、車だね。ひたすら山。綺麗になってきたね。綺麗っていうよりも雲の中かな。だいぶガスってきたね。もうこのまま行っていい？一気に雲の中に入ってきちゃったので、なんか怖いです。大滝林道だって。ちょっとね、天候が悪いので開けたままで行きます。風も強くなってきた。雨も降ってきましたね。おーっと、牧場かな。うおー、あちゃ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 。真っ白、真っ白なんだけど。一応こっちらしいわ。行きます。真っ白。これは怖い。こりゃダメだね。おおおお、ちょっと待って、一旦と、え、来たな。ここあれだ、あの西名峠のとこだ。そうなんだけど、もう真っ白すぎて怖いぐらいだぞ。かなり流されたしね。まあもうこれ進む、降ってくる前に突き進んじゃう。もうこれ霧やむの待っててもしょうがないよね。行く？もうそのまま突き進んで降りちゃうとこまで行っちゃうかもしれない。うん、もうあのさっきぐらいのペースでしかよう行かないよ。怖い。もう見えない。行きます。はい、もう真っ白、何にも見えない。怖え。
何にも見えない。ちょっと待って待って待って、これは怖いよ、もう分かんないもの、見えないよ本当にね、えらいことになっちゃったな、これはダメだ、こりゃ何にも見えない、痛い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 、砂が痛い砂が痛い砂が痛い、何にない。ちょっとダメだってば。ちょっと霧が晴れてきたら、霧がっていうか雲の中を抜けたら目合いが見えるようになったので、今の間に進みます。ただね、風が強いので抜けてるところに来ると一気にまた風に煽られることになると思うんだな。いやすっごかったね。とりあえずね、西名峠と違ってこちら側は若干雲もないので、しかし風はすごいんだろうな、枝がいっぱい飛んでる。下田峠の方に向かおう。雨降ってたんだね、やっぱりね。バイクいたよ、バイク。写真だけ撮っときたい。ちょっとこの霧の中はネタ的に面白かったので、今からもうインスタに上げれない。 3G 回線しかない。このままの下に降りてたところの富士見なんたらだっけ、あそこで一回止まります。え、うん、と思う。すごく怖いと思う。まだこちらはそこまで止まりはしないからさ。行きます。
雨が降ってきちゃったな。霧の中再突入上に登ってくるとダメだね。修善寺の方直接向かった方が良かったかな。ポツポツと雨も当たってます。おお、怖い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 。風がねすごいのと、また霧で見えてないから余計に怖い。あー降ってきたよー、早く行きたい見えねー、どうなってんのこれ。うわー真っ白で見えない。あいたた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 た。やばーい。あー怖い。うわ笑えてきちゃう。もう笑えてこるね、この速度じゃないとね。急に風が、突風が出てきたりとかさ、霧になったりとかさ、雨がドサーッと当たったりとかさ。一応ね何度か走ってきてるから、この辺そろそろ開ける場所だよなとか、そんなのはある程度わかるので、そういうところで抑えているんですけど、こっちだったよね。なんだよ、怖いよ。もう今更だけど、とりあえずカッパ着るから。えらい目にあった。これ無事に降りてきたからさ、うん、笑って会話できるけどさ。今
だるま山高原レストハウスでちょっとレインコートを着るための休憩をしてたんですが、レインコート着てですね、出てきたら友人のこの KLX 風で倒れてまして風で倒れるんだねバイク笑い事じゃなかったんですけど、ダメージとしてはあちらのミラーが割れちゃったのと、ここのねグリップのところがそこでついて傷ついたのと、あとこちらで打ったかせいかハンドルがちょっとずれちゃったっていうのがあったので、そのハンドルのずれを今直したところです。ちょっと友人がトイレに行ってる間風でこけないように押さえてました。はい、